なんでこんな目に遭わにゃ。続いてパージに関する情報です。政府の発表によりますと、先ほどパージが完了し、国運を旅立った市民は全て無事にパルスへ到着したとのことです。おっしゃる通りです。パージ政策は大きな痛みが伴うことは否定できません。しかし数千万の国運市民を守るにはやむを得ない状況でした。ダイスリー代表はこのように述べ、パージの必要性を強調しました。今後再びパージが行われるのかという質問に対しては、パルシエデンの指導を仰ぎ総合的に判断すると述べるにとどめました。政府に都合の悪い話は全部隠してやがる。かの黙示戦争より長きにわたり、国運はパルスの侵略を受けることなく大いに栄えてきました。この平和を永遠に守り続けること、それが政府の使命であります。政府は今後も全力を挙げて国運の平和を脅かす敵と戦い続けるでしょう。俺たちは死ぬまで追われるわけだ。あのさ、うん、誰これ？近頃のガキときたら、ガレンス第3政府の代表だよ。人殺しの親玉だ。緊急世論調査によりますと、市民の 90% 近くがパージ政策を支持しています。必要な場合はさらにパージを行うべきとの回答も7割に達しています。ドイツもこいつもイカれてやがる。暇な奴らだ。市民に光を巡るように政府はパルシと来たもんだ。パルシだ、あいつを利用しろ。パルシ様々だ。まだいる。いや、守らねえとな。終わった。やれやれだ。おい、もう行くのか。追っ手が来る。そんなことは分かってるが、こっちは素人なんだ。あんたのペースにはついていけねえよ。愚痴る元気はあるんだな。たぐあの、あっちの方が頼りになるぜ。すいません。逃げようよ。
逃げてどうにかなるのかね。国軍全部が俺らの敵だ。どこまで逃げても追い回されだ。どうせもうじき死骸だしな。まだ平気だよ。簡単に諦めないでよ。諦めちゃいねえが、世の中どうにもなんねえこともあるんだよ。ガキにはわからんだろうがな。わかんないよ、ガキだから。ああ、まあガキと一緒に迷子じゃしゃあねえな。逃げようや。うん。よいしょ、よいしょ。何やってるか、ファロン君さ。花火なんぞに願い事か。貴様それでも軍人か。申し訳ありません、総長。自分は会場警備に飽きまして。まあ、お前さんには退屈な仕事だろうな。今日はもう帰っていいぞ。いや。近所の遺跡でサイコムが何か見つけたらしい。俺たち警備軍は邪魔だから撤収しろとのお達しだ。俺この前エイブリーで峡谷のプラントで事故があってから、サイコムの連中やけに気が立ってるだろう。事故ではなく事件だそうですが、パルス絡みの。明日は休暇だったな。ええ、誕生日なので。妹がどうしても休めと。21歳だったか。俺からの贈り物は士官候補生コースへの推薦状だな。総長、出世して妹さんを喜ばせてやれ。若いもんは未来だけ考えてりゃいい。余計なことに首を突っ込むな。パルスの件には関わるのと。ろくなことにならん。妹さんも悲しむぞ。おお、ほれ見ろ。あんたが正しかったよ、総長。他は？多分後から。待ちますか？ついてくる気なら追いつくさ。このルートで大丈夫なんですよね？ライトニングさん、この辺詳しいんですか？軍の任務で何度か来ている。任務ってパージじゃないですよね？パージの主導はサイコムだ。軍の組織は2つに分かれている。政府直属の公安情報司令部サイコムと、その他大勢の警備軍。私は警備軍でボーダムの連隊にいた。待ってください、パージに関係ないのになんであの場所に？乗り込んだ。
最後尾に並んでください。パージ対象者の皆さん、指示に従い列を乱さないでください。手荷物はパルスに到着後返却されます。どけ、おい止まれ。警備軍が何の用だ。この作戦はサイコムの管轄だ。だから頼んでる。乗せろ。私をパージしろ。ボーダムの住民でも政府と軍の関係者はパージ免除だ。これで退役だ。はい。姉ちゃん、いや、姉ちゃん、何者だ。パージ・シガンさん。その割に、おとなしくパージされますって目じゃねえぞ。トラブルが嫌なら、次の列車に乗るんだな。はあ、なおさら同席させてもらわねえとな。セラを閉じ込めた遺跡が、パルスに運ばれる前に救い出す必要があった。パージ列車に乗り込めば救う機会があると思った。妹さんを助けるために自分から。すごいですね。僕には絶対できないです。できるできないの問題じゃない。やるしかなければやるだけだ。強いからそんなこと言えるんですよ。ライトニングさん。